こんにちは。今日のテーマは働かない政治家にあげるお金はありませんです。我々日本人はよほどのお人よしなのでしょうか。税金で給料をもらっている政治家が仕事をしなくてもヘラヘラ笑うだけで誰も怒りません。例えば桜田オリンピック担当大臣問題、あれは笑い事ではありません。未だに野党がくだらない質問をし、また桜田さんの答弁もくだらない。あれはどう見ても税金の無駄ですから、どちらも直ちに辞めさせられないものでしょうか。実はそれよりさらに腹が立つのが憲法改正における職場放棄問題です。自民党憲法改正推進本部の下村本部長が憲法審査会の開会に応じない野党を職場放棄と批判したのですが、野党のみならず与党、メディアからも総攻撃を受けて発言を撤回してしまいました。下村さんの発言のどこが間違っているのでしょうか。別に自民党は憲法改正案についてすぐに強行採決をしろと言っているわけではありません。国民投票法改正案の審議をし、その後自民党の憲法改正案を説明したいと言っているだけなんです。そこに出てこない野党は職場放棄以外の何者でもないと思います。職場放棄する国会議員になぜ我々の税金が支払われなければならないのでしょうか。憲法論議のみならず各党の意見をよく聞けとか、少数意見を尊重しろという人がいますが、それは民主主義は最後は多数決という大原則を前提にした上での話です。少数意見が動かす世の中は民主主義ではありません。そこを間違えてはいけません。陸海空軍その他の戦力はこれを保持しないと書かれている憲法9条2項は明らかに現実に合っていないと僕は思います。それを国民投票にかけるかどうか、なぜ政治家は議論すらしないのでしょうか。自民党ペースの改憲が嫌なら、野党は例えば同性婚の合法化などをなぜ提案しないのでしょうか。安倍総理とは改憲論議はしないなどの意見は全く意味が分かりません。だから自民党は最後は憲法審査会で出席している議員だけで憲法改正案を採決し、可決されれば本会議に送る、そして衆参で3分の2で可決されれば粛々と国民投票にかければいいだけの話です。政治家のサボタージュのために国民は憲法改正の国民投票を一体いつまで待たされるのでしょうか。僕は今59歳ですが、生きているうちに国民投票させてくれるのかと時々心配になります。憲法改正の国民投票をやらせてくれないなら、サボっている政治家の皆さん、あなた方に税金から支払われている歳費、政党交付金などざっくり言って議員1人10億円もう返してくれませんか。他に使う当てがたくさんあるんです。だから働かないあなた方にあげるお金はないんです。以上、平井文雄の本日の言わねばならぬでした。